さあ両チームの選手が登場しました。サックスブルーのユニフォームのジュビロ磐田、 J1 昇格、自動昇格圏内の2位に浮上しています。2位のジュビロ磐田と12位のジェフユナイテッド千葉の対戦、今前半がスタートしました。前半は磐田のキックオフで始まりました。前から行く大津、キーパーの新井から前線です。こぼれたところ拾った船山、そしてシュートを狙った、クロスバーを叩いた、もう一度キーパーも三浦を飛び出していく。いや一瞬ここでね、はい、受けてからもうゴール見てましたよね。非常に素晴らしい、ゴールになってもおかしくないシュートでしたけどもね。はい、三浦触りましたかね。スルーをして大津が前を向いた、タン預けてクロスを入れてきた山田のシュート、ゴール決めた山田、10試合ぶりのゴール、1対0、見事に通算今シーズン6点目は先制ゴール、山田決めました。まあ、まず一つね、このクロスの質というところで、まあ、1枚目の選手の頭の上ですよね、こうやってくるいいボールでしたよね、はい、そしてコントロールも、ね、コントロールしてからのこの山田のシュート、非常にこう冷静に流し込みましたね、素晴らしいゴールだったと思います。ロングボールが入ってきた、ゴール前シュートを打った、右に外れていきました。いやこれは鈴木のシュート、ニアサイドからでした。いや岡野もここまで飛ぶんですね。そうですね、すごいですね、はい、直接こう、さあ鈴木がボールを入れようというところ、中央に入ってきた三木のシュート、三木が狙っていきました。プレー出ましたよね、ここで細かいところでねしっかりつないで、はい、柔らかいボールを入れてきた、ボックスの中ヘッドで流していくサウダーニの足元、キーパー取りました、三浦しっかりと抑えましたで、ねちょっと目線外して小田からですよね、はい、折り返しというプレー。千葉残り時間がなくなってきた、アディショナルタイムの3分台に入っている。さあ大森が前で懸命に来ました、これはレッドカード、得点機会を阻止したというレッドカードが出されました。その方向性で反則と、まあ、距離ですよね、このまず一つ距離感、このゴールに間違いなくこうシュート1対1チャンスを潰したという、十分狙える位置からのフリーキック、大森が狙っていった低いボール壁に当たりました。そして後ろからミドルレンジからのシュート、鈴木のシュートが放たれたところでここでタイムアップ。